見てください、この驚異の爆破属性値を。はい、どうもクロヒロです。さあ早速ですね、新しい武器を作りまして、このテオのスラークを作りました。でそれに合った防具を作ったんで紹介したいと思います。まあ、バージョン 3.0 新しい防具あんま追加されなかったから、まあそんなに紹介できるもんねえなと思ったんだけど、普通に武器が増えたからね、結局装備作るっていうオチよな。よし、ではまずスキルこんな感じ。ドン、見切り4の超会心弱得、まあ超会心構成のプラステオのスラークなので、爆破属性強化をガチ盛りしてます。まずこれね、3レベル3つけて、さらに恩恵もつけてるっていうね。そうするとレベル2で火属性と爆破属性の蓄積値を 1.1 倍できるんですよね。でプラス炎王竜の魂、これで爆が発生した時にダメージが上昇するということで、もうガッガチガチにね、この特化させました。で切れ味がねどうも少ないので、まあ、技物か匠をつけたんだけども、今回は技物を採用してます。で匠レベル3はつけれたんだけど、それ以上つけれなくて、まあ結局青ゲージだったんだね。でも匠レベル3と技物レベル3でこう切り、どれぐらいのその何つうの、何秒間切り続けたら切れ味が減るかっていう検証をしてたんですよね。でそうしたら技物をつけてる場合は、まあちょっとこれ確率だからさ、正確じゃないんだけど、約1分ぐらい切り続けることができました。で匠だったら50秒ぐらいかな、そういう結果が出たのでこれを採用してます。そして砥石高速化とスラークなので高速変形をつけてます。で高速変形の部分を、まあ、太刀だったら納刀とか、それぞれに合ったものに変えれば一応他の武器でも流用できるかなって感じですね。まあ改良の余地があるとすれば、見切りを外して超会心を外して何かにするか。ただね、超会心やっぱ強えからな、どうもね外せないですね。装飾品と5石こんな感じです。5石がかけり虫使い1の高速変形1で、スロットが221って開いてるやつ、これで同じ、全く同じのができます。てかこのね5石めちゃめちゃね使うね、俺すげえ便利で、装備がオロミド、メデュレド、カイザーカガチって、で装飾品が武器にも入ってて、超会心、通撃研磨、超会心、斬鉄研磨、斬鉄爆破、研磨と。でこのね研磨のところは3レベル1が3つ空いてて、そこにこういろいろ入れ替えれるんで、まあ例えば研磨いらないから気絶再生入れたりとか、バルファルク用に対流を3つつけたりとか、いろいろそういう風に変えれます。でソロの場合は俺は研磨で行ってんだけど、まあマルチの時はね1個対象にしてひるみ軽減を得ると。そうするとこんな感じになってね、まあ、マルチでも使えるしって感じかな。まあ、やっぱねひるみ軽減なしでもやってみたんだけどね、まあいかんせよマルチだとちょっとストレス溜まるね。よし、ということでですね、ヌシディオロス行こうと思うんだけども、その前にさっきもちらっと言った匠構成だった場合との切れ味の減り方の差をちょっと比べてみましょう。で匠がないと切れ味こんだけしかないのね。青ゲージ少なすぎてちょっと心配だったんだけど、まあほぼほぼ匠さんと同じだったらね、こっちの技物の方が確率もこう 50% で上がっていけば、上振れすればね、さらなる力を得ることができるからね。ちょっと手元のストップウォッチで測りますんでね、いきます、せーの、ドン、はい、こっから1分殴り続けます。多分ね大体1分だと思うんだよね。あ、で殴るのはこれですね、基本的な、これザンザンザン、くるんくるんね。でさ、これ見て、爆破の数、あ、そうだ、爆破の数説明しなかった、一番大事じゃんね、ほら。まあこのカエルだからさ、すげえなんか爆発出るけど、これね結構こうえげつないよね。めちゃめちゃ出るし、あ、やべえ、間違えた。ほらほら、バンバコ出るわけよ。ちょっと待って、めっちゃミスってんだけど。ほい。さあ、今40秒ですね。うん、やっぱり検証通り、だいたい1分ぐらいいけるかな。てか、マジ爆発出まくるな。えぐっ、これ。めちゃめちゃえぐいね。はい、今50秒。さあ1分いきます。はい、1分きました。おお、まだ続く、まだ続くよ、これ。上振りがい終わり。はい、1分10秒切り続けることができました。ではお次は匠レベル3の方いきたいと思います。1分10秒だったものがレディゴー。さあどうなるか。ちなみに匠レベル3はね、やっぱスキルが重くて、見切りがね3しかつけれなかったんだよね。まあそれでも匠の方が俺は強いと思ってたから最初は運用してたんだけど、まあ試しにね検証してみたわけですよ。そうしたら見事にね技物の方が上で、わ、これは組み直さなあかんなっていうエピソードがあります。
でね、見切りもね、プラス4、プラスね、レベル4になってね、かなり、なんつうの、うん、いい強化ができたかなと。はい。今ね、30秒ぐらいだね。あ、でもまあ50秒ぐらいで本当に、あれだよね。まあ、こっちは上振れることがないからね。まあ、安定性はこっちの方があるかもしんない。もし技物でね、50% が発動しなかったら、あれだから。あれなんだ、チャージしてお前、チャージしてどうすんだよ。ちょっと待って。チャージしちゃったよ。はい。で、まあ50秒ぐらいでした。はい、そうですね。55秒ぐらいでした。まあ、ということでですね、やっぱり技物の方が切れ味は長持ちするという感じです。で、ちょっと触れてなかったんだけども、これ見て。爆破属性。36、まずあるんだけども、これステータス面で見ると、52なんだよね。めっちゃ高くない？いや、これ半端なく高いですよね。このおかげで、これ見て。ほらもう、一発で出るからな。こんなの刺したらもう、とんでもねえこと出るんじゃない？じゃあ、試し切りということで、主ディアブロスいきたいと思います。まあ、これは、ヘマこいても、ヘマこかなくても、一回ポッキリね。まあ、これでも苦戦すると思うんだけども、まあ、どれぐらいのその、なんつうの。ディアブロスって、バカにそんな強くないんですよね。まあ、どっちかっていうと弱い部類だと思うので、これがどう転ぶか、ちょっと楽しみですね。ちなみに、挑むの2回目です。いや、お前2回目でよく試し切り行ったなと。動画でね。やっぱ動画ってさ、見栄えよくしなきゃいけないから、どうしてもね、慣れてる時とかに行っちゃうんだよね。あ、ちなみにね、鉄柱主義はこれにしてます。やべ。やべ。もう一回出たか、今。うわー、くそー、食らっちゃうか。こいつさ、マジ強いよね。やべ。怖え、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 めっちゃ強い。おお、もう一丁出た。うぃ、危ねえ。おお、また出た、すげえ。めっちゃ出る、マジで。バッコバコ出るぞ。これさ、実用性マジ高いね。逃がすかよ。うっ、おお、いいね。ちょっとデリックス、デリックス。オッケーオッケー。ちなみにディアブロスは結構硬いんだよね、肉質も。いて、やべ、叱ってる、まずい。うっ、おらもうどっちがディアブロスか分かんないぐらい突進してんの俺も。来い。よー、また出た。待って、めっちゃ出ることね、マジで。こんな出るの、やばいね。調子こいてって俺知るね。てかまだこいつ怒りモードじゃねえんだよな。これ怒りモードからかやべえから。足ばっか殴ってるけど爆破出てるからかなりダメージいってるね。やばい、来る。おらー、しゃー、見たか、こらー。俺がディアブロスじゃい。あ、いけてて、やばい、まずい、まずい、まずい。終わる、終わる、終わる。わー、これマジワンパンだよ。やばい、くる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 。できる、研ぎたいですね。研ぎたいですよ。おい。で、必殺みたいなのがあるんだよね、こいつ。超突死、電気突死みたいな。よっしゃー、いてー。やべ、あー、食らっちゃうか。そう、ちょ、一回飛躍飲もう。はぁ、あ、もらっちゃってね。おらー、ここ頭いく。うわ、どうしようかな、頭くっつきてえな。欲望が勝つ。よし、行け。お前の角破壊しとるわ。うわー、破壊できねえ。なかなか勝てえじゃねえか、お前この自慢の角前よ。うぅ、怖え。こけろ。おお、また爆発してるね。ほんと出る出る出る。いや、そろそろ壊れてもいいと思うよ。やばい、これまずい、これまずい、死ぬかも。絶好調です。あ、おい、やってくんだろお前、突進のやつをよ。あ、そんだけ。あ、何、なんかしょぼくなってね。3連続ぐらいでボボボボボってくるじゃん、いつも。
まあ、今日なんか手加減してんじゃねえよ。お前今日だけよ。今日だけ手加減してんじゃねえ。やべえな、やっぱ緑ゲージだとあんま食らわねえな。うえ。よーし、いい感じいい感じ。かなり攻めてるよ。おっしゃ、ぶやかしたもん、来た。ここ届け、よし。いや、いけ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 。やめて、待って待って待って、ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、あー危ねえ。飛躍読んじゃったじゃねえかよ。よーし、尻尾後でいい。でもタイムアタックみたいなとこあるからな。自己満一人タイムアタックみたいなとこあるから。あ、そっかそっか、トグのさ1回でいいから、戦闘中にも隙があればちょっとじゃいいね。でもこれ結構いいタイム出るんじゃない？ 10 分以内は出るぞ。これ取って、ゲラージャンいるし。マジかよ、お前ら。しかもなんかラージャン、ラージャンちっちゃくね？いてえ。ラージャンめっちゃミニマムラージャンじゃねこれ。よーし、暴れたるぜ。いけラージャン、おら頑張れ頑張れ頑張れ、ラージャン頑張れ。おら、こいつひるまねえ。こいつ全然ひるまねえじゃん。あっパーン、外してる。ついオッケー、ドゥルルル、いいね。さあ角破壊して頭柔らかくしようぜ。角破壊すると確か頭柔らかくなるよねこいつね。ここでね、角で爆発がいっぱい出ると嬉しいんだが。あー、全然出んかった。突進、うわ、ナイス。いや、ここ撃っちゃうか。よっしゃー、はがい。さあ、来るべ。あ、やべ、これ落ちるね、これ。やべやべ、落ちる落ちる落ちる。あの、ね、崖に。やべ、終わった。回復。うわー、これ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 がもうかっこいい、強い。これがいい、つらい。いやいや、これ待ってたんだよ、今俺は。いいね。虫ディアブルスの醍醐味だからね、あれかね。あ、うわちょっと待って、俺普通に楽しんでんじゃねえか、これ。ちょっと待って、俺普通にこれ楽しんじゃってるわ、ごめん。もうタイムアタックとかそういう概念、もう全く無視してるわ。ガオリゴリ楽しんじゃってるわ。まあまあまあいいでしょう。とりあえず爆発がね、いっぱい出ることは証明できてるから。で、この武器が強いかどうかはさておいてね。でもやっぱりこう特化することで爆発がすげえ出ると。でも実際、まあ、そうだな。強い方だと思うよ。うん。これは強い方だと思う。って倒せてね、俺がね、申しておりますけども。いやもうあと2分ぐらいで倒せるからよ。10分は絶対いかねえ。2分ぐらいで倒してみせる。いや、拾いたくなる。いや、拾いたくなっちゃうよね、これ。うっ、マジか。結構ひるむね、マジで。足かってえな、こいつ。いて。あー、マジか。うわ、きついなぁ。うっそ、マジで。うわ、やべ。待って、ないよ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 。虫さんがないとき、俺ね、ひ弱だからね。ご勘弁よ。うわ、避ける。あー、もうちょっと待って、ここ下手。ここ動画でカットしたい。やーべえ、こんなときに。ちょっと待ってって、お前。もう、いや、いいね。で、スタン取っちゃうよ、俺。よし。いや、弱った。里に手出しはさせません。おー、いいね。
今んとこあれだったな、普通に連打しなくてもよかったね。ここはギョラ決めろ。気持ちいい、気持ちよすぎ。いやこら気持ちいい決め方した。いやたまんねえな、モンスターハンターね。え楽しいですね。さあ気になるタイムですが、クエストが終了のとこまで取っておきましょう。おそらく9分30秒。うん、ちょっと死んでるしね、グダグダで食らってましたから。まあ早くはないけど、多分そんぐらい。いやということでですね、皆様ぜひこの武器作ってみてください。まあテオキャッスルっていうのは昔強かったっていうね、すごかったっていうなんか感じだけど、まあ今回は別に強いんじゃないかなって感じはするけどね。このやっぱ炎王寮の魂がねロマンなんだよね。てかそのなんつうの、もうあのガチンコで計算した上で強いとかじゃなくて、もうロマンなんですよ結局は。もうロマンがあるかないか。あ、この短期催眠が今切れたってことは本当に9分30秒あるぞ。なんかモンハンで鍛えられたその体内時計があんのよ俺ね。見とって。さあ来い、ドン。おお、予想より早かった。まあ予想より早かったわ。しかもこれ見てかっけえ。これかっけえな。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。